スタートしました。 ポアゾンブラックわずかにいいスタートを切りましたが先行争いは一戦です。外枠各馬が押しています。14番サザンブレイズわずかに出るか。内押して押して8番フリートアロー先手を奪いました。13番エイシン j 番2番手につけて14番サザンブレイズ3番手に控えて内から3番後衛フラッシュ。外15番キズマ16番ポアゾンブラック。間11番シゲル総裁と第2グループ。中段のややインコースが1番チャンピオン山と遅れて4番ヒシコモンズの追走800を切って3コーナーのカーブ。五番ブルーソックス六番カフェマーシャル並んで中段後ろのインコース十番シルバー奇跡。 4コーナー中間であと2番、チャンピオンラブ12番、アイリンパワー7番、スマートキャスター後方、2番手、最後方9番、エーシンポルックス4コーナーのカーブへと向かいます。 わずかに先頭、13番、シン j 番に変わりました。追って14番、サザンブレイズが2番手。3番手に交代8番、フリートアロー。変わって、追い上げてくる、後衛フラッシュ、キズマ。さらには、シゲル総裁、ムチが入っています。4コーナーから直線。13番、シン j 番先頭で、リードは、一馬バシン。追ってくる、同枠14番、のサザンブレイズ。その内から3番、後衛フラッシュ。外は、11番、シゲル総裁。これらが2番手グループまで上がってきて、追い込んできた10番のシルバー奇跡。外から追い込んで、残り150。13番、栄心 J1 先頭。公営フラッシュ、シルバー奇跡が迫ってくる。